皆さんこんにちは、森崎有志です。はい、今日はサンリオのマイメロちゃんと仲良しさん60周年コラボのカフェに来させていただいてます。東京駅直結の丸の内ビルディングの中に入っているこのマイメロディカフェ。創刊60周年ということで、こんな感じで窓側にずらーっと歴代の表紙が飾ってあったんですけれども、私の大好きなセーラームーンとかもあったりして、すごく懐かしくて楽しかったです。そしてもう一つの壁の方にはね、こうやってアートギャラリーとして仲良しで連載をしていた漫画のアートがたくさん飾ってあります。そして今回のコラボカフェは60周年の中でも大人気だったスパンクというキャラクターとマイメロディがコラボをしています。コラボ料理もとても可愛くてとっても美味しかったです。マイメロディとスパンクのコラボ商品もたくさんあります。はい、ということでマイメロカフェ行かせていただきました。今ね、なんかすごい急遽カラオケで撮ってるので、ちょっと隣の部屋の音がうるさかったらすみません。それにしても声響くな。わーわーすごい響かないやばい。はい、でね、マイメロカフェのお土産をいただきました。こんなにいただきました。ありがとうございます。なのでちょっとせっかくなのでちゃんとしたところで取らないとと思ったら VIP ルーム、なぜか VIP に通していただいたので、ちょっとね、せっかくなのでちゃんと取りたいと思います。とまず今回のマイメロカフェのね、コラボの紙なんですけれども、はい、仲良しが60周年ということで、仲良しとマイメロディのコラボのカフェになってます。で、東京駅の前にある丸の内ビルの中に入っているカフェになるんですけれども、このね、私ね、知らなかったんだけどスパンクっていうキャラクターがいて、このスパンクっていうキャラクターちゃんとコラボしてるんですよね、今回。お土産早速1個目です。じゃーん、仲良しはい、仲良しの今月号の8月号の仲良しです。すごい、なんかもうさ、仲良しをさ、この年になって手にすると思わなかったから、すごい好きだったから、すごい嬉しいです。なんかこの厚さ、厚み的にもすごい懐かしいでもすごい嬉しい。ちょっと胸キュンさせてくれんだろうなっていう、ちょっとね、後で読みたいと思います。はい、次はじゃーん、ナボナのマイメロなの。やばくない？バニラ味やばいですよね。ナボナ、これさ、ちょっと開けてみたいと思います。じゃーん、ちょっとこれ、あ、そっか、ダメかな、持ち込みダメかな。でもこれ持ち込みじゃないよね、持ち込みかなわかんないけど、じゃあなんか私こういうの守る人だから、帰って美味しく食べたいと思います。そしてこれ仲良しの8月号の付録、すごい、ヘアアレンジ100ブックミラクルもりもりセット、くるりんぱメーカー、お団子メーカー、ゆるふわカーラー、キララメゴム、クリアゴム、クリアクリップ、キラキラピン、すごい、なんかいっぱい入ってるよ。クリアゴム30個も入ってる。私が使ってるこのゴムが多分30個入ってるんだと思います。すごいですね。そしてじゃーん、すごいいっぱい、なんかすごい豪華だよ。すごい豪華。ペットボトルキャップ&ペットボトルマーカー、マイボトルの目印になるよ。でもなんかこれだけ盗まれちゃいそう。かわいいから。かわいい。でもこれペットボトルにつけられるんですね。ちょっとつけてみよう。つけてみる。見て、かわいいマイメロちゃん、こんにちは。こんにちは。かわいいかわいい。そしてキャンパスだ。キャンパスのマイメロコラボなんだけど、かわいい。中もちゃんとさ、このさ、このノートの上の方、マイメロがいる。かわいい。やばい、使えない。使うけど使えない。あ、だから鉛筆が入ってるんだ。しかも鉛筆のデザインも超かわいいよ。見て、見える？これ超かわいい。はい、そしてじゃん、ミラーでございます。これは多分サンリオで売ってるミラーだね、きっと。はい、多分サンリオのショップに行けば売ってるミラーだと思います。ということでね、最後じゃん、何これ、なんか丸の内リーディングスタイルって書いてあります。なんだろう、なんか入ってるのでちょっと開けてみたいと思います。多分これは丸の内のそのビルのカフェの袋だから、なんかあれかな、なんか入ってるよ、なんか入ってるんだろうけども、おー、やばい、かわいい。ちょっと待って、ねえねえねえ、見て見て、今回のスパンクとのコラボのマイメロちゃん、かわいいんだけど、めっちゃ食べられないダメだ、私食べられないよ。かわいいよ。スパンクとマイメロのコラボの私がさっき映像で出してた背景のがキーホルダーになったやつで、これね、このマイメロカフェのためになんか書き下ろしたって言ってました。私の情報、聞いてる情報が間違っていなければ。なのでめっちゃオリジナル商品です。マイメロカフェね、動画の中でもいろんなグッズ売ってたのを見たと思うんだけれども、タンブラーだったりね、あとポーチとか、なんだろうな、印象に残ったのは、私一番タンブラーがすっごい欲しくて、すごい可愛かったピンクと白のがあったんですけど、後で SNS ね、Twitter か、インスタとかにアップしてると思うので、皆さんよかったら見てみてください。はい、ということで現場の森崎に戻します。はい、ということで仲良し60周年マイメロディちゃんと、あとスパンクのコラボのカフェいかがでしたでしょうか。7月15日から8月31日までやってるので、皆さんよかったら東京丸の内に遊びに来てください。ということで森崎愛でした。バイバーイ。 Twitter、インスタグラム、LINEの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。はい、最後まで動画を見てくださってありがとうございました。おかげさまで1万2000人突破いたしました。ありがとうございます。これからも森崎アリスをよろしくお願いいたします。チャンネル登録はですね、下のボタンアバウトすぎるんですけど、多分下にチャンネル登録のボタンがあると思います。チャンネル登録ポチッと押していただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。森有でした。バイバーイ。